どうも、なよです。今回の動画は人生損するやばい目標の立て方についてご紹介します。目標立て方下手な人言いますよね。であれ実はですね、変な目標の立て方をですねするとですね、まあ、例えばですね、目標立てたのにそれがうまくいかなかったりとか、その目標が原因でなんかこうね、柔軟な行動が取れなかったりとか失敗する人いると思うんですけど、実はですね、目標の立て方って本当に大事で、ミスるとですね鬱になっちゃったりとかもするぐらいのですね、目標の立て方って大事なんですよ。というわけで今日は目標のですね正しい立て方についてご紹介したいと思います。でこのチャンネルではですね、こういうふうな心理学の研究をもとにして人生を変えるためいろんな知識をご紹介してますので、もしよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。というわけで今日のですね動画はですね、目標の立て方ですね。で実はですね、これあの鬱になりやすい人がですね、立てやすい目標というのが分かってるんですよ。で確かにこういう目標を立てると、あのメンタル持ち込んでくるし、鬱になるまでにならなくてもそうなっちゃったりとかするし、何かをですね達成しようって気分も出てこなくなったりとかするんですよ。で実際にですね、例えばゴールがあって何かをですね達成しようと思っても、鬱の人とか、メンタルが落ち込みやすい人とか、そのですね損する目標の立て方をしちゃう人っていうのはあると特定の条件をですね持った目標を立ててしまって、結果的にですね気分がめいっちゃったりとかして、できるものもできなくなっちゃうと、夢が叶わなくなってしまうということが分かってるんで、この対策を今日はご紹介しようかなというふうに思います。でこれですね、あの回避目標というのを立てるというですね傾向があります。回避目標ですね、だから皆さんも回避目標を立てそうになったら、あこれは良くないなと思ってそこで止めると、で目標を立て直すというのがですねいいやり方なんで、ぜひですね、別に自分は鬱じゃないけどと思う人もよかったらですね、聞いておいてください。今日の研究はですね、93人の男女をですね、対象にした実験になりますね。そのうち42人が、めちゃくちゃ強烈なうつ病に悩んでまして、で51人がですね、残りの51人はうつ病のですね経験がないというですね、めっちゃうつの人と普通の人のですねに分けて、普通の人をですね合わせた、研究になっております。で全員にですね、個人的な人生の目標っていうのをですね好きなだけリストアップしてもらったんですよ。どういうことをしたいかと、まあ、うつの人なんかですね目標なんかないよみたいに言うかもしれないんですけど、まあ、一応書いてもらったと。でその後ですね、目標をですね2つのパターンに分けました。基本的に僕らの目標で2つあります。1つ目がアプローチ目標っていうふうに言って、まあこれ普通の目標です。自分がですね望んでいる結果を出すために、こう何かに集中しようとかいうですね、何かに集中して目標データとかですね数字に集中して目標を立てる研究。例えば僕の場合だったら、チャンネル会員を10万人突破しようとか、1万人を突破しようとか、ニコニコのチャンネルの中で1位になるみたいなふうにですね、まあ、こういうですね1つのことにフューチャーしたアプローチ目標ってやつですね。で2つ目が回避目標ってやつで、これ鬱の人が立てがちな目標なんですけど、嫌な結果を避けるためにですね、フォーカスした目標になります。例えば、例えばノーと言えない、ね、自分の性格をノーと言えないようにするとか、くよくよしないようにするとか、へこまないようにするとか、嫌な人のお誘いを断るようにするみたいな風な、こう何かを避けるタイプの目標ですね、はい、だから望ましいものを手に入れるための目標がアプローチ目標、嫌なことを避けるための目標が回避目標ですね、はい、この2つのですねパターンに目標を分けたんですよ。でこの結果ですね、メンタルがですね落ちやすい人っていうのはどうなったかっていうと、この回避目標がですねめちゃくちゃですね多かったんですね。うつの症状が重い人とか、うつになりやすい人ほどポジティブな目標っていうのがあんまり少なくて、目標の達成度も少ないと。でさらに回避目標が多かったってことがですね、分かってたんですね。これなかなかすごいですよね。でこれちなみに面白いのが、うつの人って何にも目標がないから回避目標を立てたんじゃないのと、だから嫌なことを避ける方ばっかりに目がいって、何かしたいとか達成したいってことはないんじゃないのって思う人いると思うんですけど、全くこんなことはなくて、うつだからって言って人生目的とか目標がないわけじゃなかったんですよ。だから実際に目標とかやりたいことをですねリストアップしてもらうと、うつの人もそうじゃない人もやりたいこととか目指してるものはほぼ同じだったんですね。ただ何が違うかっていうと、うつじゃない人とかうつになりづらい人っていうのは、その何かやりたいって思うこと、例えば自由に生きたいっていうですね目標を立てたりしますね。その時に例えばお金をたくさん稼いで自由な生活をするみたいな風に手に入れるための目標、アプローチ目標を立てるんですよ。ところが、うつ状態がですね強い人とか、うつになりやすい人、気分が落ち込みやすい、メンタルがですね弱い人っていうのは、じゃあ自由になるために嫌な人の関係を避けるとか、嫌な人間関係がない職場に転職するみたいな風に避ける目標に行っちゃってたんですよね。でこういう違いがあったんです。だから手に入れたいもの同じなんです。メンタルが弱かろうが強かろうが、でもアプローチが変わっちゃうんですよね、はい、っていうところなんですよね。これ面白いですよね。でこれさらに面白いことに、目標の達成に失敗した経験がですね、このうつ症状をですね重症化させるってことも分かってるんですよ。でこれどうなるかっていうと、目標が達成できないとどんどんネガティブな症状が加速して、どんどんですねへこみやすくなって、メンタルが良くなって、うつになっていっちゃうんですよね。でこれ皆さんに一回考えてほしいんですけど、あの回避目標って超難しいんですよ。例えば嫌な人がいない職場に転職するって無理じゃない？だって絶対嫌な人が出てくるじゃないですか。そうなった瞬間にまた、ああせっかく転職したのにやっぱりダメだった、自分目標達成できなかったって思うわけですよ。でも一方何かを手に入れる人は、例えば、強いメンタルを手に入れて、動じない自分を手に入れるっていうふうに決めて、メンタルを鍛えて運動とかですね食事変えたりとか瞑想とかやってメンタルを手に入れちゃったら、たとえ嫌な人が現れてもスルーできるようになるじゃないですか。だからそういうふうに、そのいわゆるこう回避目標っていうのは実は達成しづらい目標なんですね。だからその回避目標を立てないってことが結構大きなポイントになってくるよってことだったんですよ。だから目標の
立て方が下手なんですよ。何かをなくすのってほぼ無理ですけど、嫌な人間と付き合わないようにするってのはほぼ無理ですけど、いい人たちと付き合うってことはできますよね。その結果嫌な人と付き合わなくてもいい状態になるわけです。でも嫌な人とはやっぱり会うことあるんですよ。僕もそうですけど会うことありますけど、でもやっぱりいい人たちと付き合おうっていうふうにですね、考えてやっていくってことが大事なので、こういうですね、回避目標をアプローチ目標に変えるってことはですね、重要なポイントになってきますので、ぜひやってみてください。で、まあ目標はですね、やっぱりポジティブで具体的なものをね立てるといいと思うので、ぜひですねアプローチ目標やってみてください。はい、そうなんですよね。だからね、この鬱になりやすい人とかへこみやすい人とか自己嫌悪にですね陥っちゃう人っていうのはですね、目標の立て方がすごく下手くそで、明確なですね理由とかですね、モチベーションとかっていうのがですねあんまり出ないような回避目標とかですね立てる傾向があったんですね。でモチベーションが十分に上がってないから達成もできなくて、その結果ですねまた自己嫌悪になるみたいなですね、ネガティブループがですね出ちゃうんですよね。でさらにですね、鬱傾向が強い人とかへこみやすい人っていうのはふわっとした目標を立てます。具体的じゃない目標を立てがちですね。例えば、いついつまでにこういうこと付き合うとか、あるいは1日3回は女の子に声をかけるようにしようとかっていうですね、具体的な目標じゃなくて、夏までにはモテるようになりたいなみたいな、そういうんですね、2、3年以内には転職したいなみたいなですね、そうふわっとした目標を立てるんですよ。でこうするとモチベーションが上がってこないんですよ。人間って具体性がないと、具体的にポジティブな目標じゃないと人間ってモチベーションが上がらないので、そのせいで自分がダメじゃなくてモチベーションが十分にですね発揮されてないから、そのせいでモチベーションが達ないから目標が達成できなくて、でその結果自分がですねダメな人間だみたいな気分になってしまって、でどんどんですねこれネガティブループがですね出ていっちゃうよってお話なんですよ。これなかなかシュールな話ですよね。だからですね、へこみやすい人っていうのは回避目標よりもアプローチ目標をですね立てるようにしてもらって、具体的な目標を立てることによって、そのですねいわゆるこう自己嫌悪のループから抜け出せる可能性があるので、ぜひですねやってみましょうという、そういうお話でございました。はい、ぜひやってみてください。で今日のですねおすすめの本はですね、すみません僕の本なんですけど、倒れない計画術ですね。でこれ結局ですね挫折したりとか失敗したりとかサボっちゃったりとかして計画がですね倒れちゃうってことよくありますよね。でこういう計画倒れっていうのは誰でもあると思うんです。実は計画倒れしないんですね、計画を立てるのに一番大事なのは挫折や失敗やサボりをですねわざと計画してですね計画を立てるみたいな、あと具体的に過ぎてですね計画を立てないみたいな、テクニックが今いいっていうふうに言われてるんです。これ結構ですね今までのですね計画の立て方とかスケジュールの立て方とはですね一線を画すような内容になってますので、ぜひですね、参考にしてみてください。番組説明欄の方にですね続きのリンクを載っけておきます。で今日の続きの動画もですね、計画の立て方の動画をですね一応ご用意してありますので、もしよかったらこちらの方も見てみてください。今日の次の動画はできなかったことをできるようにする科学的に正しい計画の立て方ですね。で僕も計画結構ですね守れないタイプなんですけど、やっぱ計画のですね立て方をですね科学的にですねちゃんと調べてからやると、やっぱね全てがね計画通りに行くわけじゃないんですけど、計画がですねちょっと倒れそうになった時にもういいなと思ってやめちゃう人って結構多いじゃないですか。僕もそういうタイプだったんですけど、そういうのがかなりなくなりました。倒れそうになった時もこういう時はこうすればいいなとか、こうなるってことはこういう風にですね計画をですねちょっとエディットしてあげればうまくいくだろうなというふうになって、最終的には達成できるようになりました。またもちろん例えばあれですよ、狙っていたですねこう期日とか締め切りから遅れたりとか逆に早くなったりとかすることはあるんですけど、でも途中で投げ出して終わっちゃうみたいな、毎年同じ計画が立てるみたいなってことはですねなくなってきたんで、ぜひですね皆さんですねこの続きの動画も見てみてください。それでは続きの正しい科学的に正しい計画の立て方はですね番組概要欄またはコメント欄の方からどうぞ。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。